ハインリヒ4世は、ルクセンブルク博、ナミュール博。ナミュール博女フロアと、ルクセンブルク博コンラート1世の娘エルメジンデとの、間の息子。盲モ目モ博と言われる。ハインリヒは、いとこのデュルビウイ博アンギ2世及び、ラロッシュ博アンギより、デュルビウイ博領及びラロッシュ博領を相続した。1三3年には、母方の重慶帝ルクセンブルク博コンラート二世が、 死去したが、皇帝は、ルクセンブルク伯領が、フランスのグランプレ伯の手に渡らないようにするため、ハインリヒに、ルクセンブルク伯位を与えた。さらに3年後、父の死去により、ナミュール伯位も相続した。1141年、ブイヨンをバルハクルの一世から取り戻すため、リエージュ死去をアルベロン二世を支援した。ルクセンブルク伯領の相続に付随して、ハインリヒは、 トリーアの聖幕市民修道院及びエヒタナハの聖、ウィリブロルド修道院の大弁人の座も獲得した。しかしこれにより、歴代ルクセンブルク博道用にトリーヒロ広塚サ教徒の確室を抱えることとなった。1147年、ハインリヒは聖幕市民修道院の権利を手放したが、大司教アダルベロンの死後、再び取り戻した。最終的に、1155年、 新しく大司教となったヒリンが、クレーベン・マハト修道院の権利を交換した。1152年、ハインリヒは、ディナンのノートルダム・ドレフ修道院を創設し、そこにプレモンデのリーツ修辞祭を置いた。1157年、フランドル博、ティエリー・ダルザスの娘ローレットと結婚したが、1163年に離婚した。子供がいなかったため、ハインリヒは、 姉アリックスと結婚した、エノオハクボードアン4世を、後継者に指名し、ボードアン4世が1171年に死去した後は、老いのボードアン5世を、後継者とした。これにより、1170年及び1172年に、リンブルフ公ハインリヒ3世との間で、争いが勃発した。ハインリヒは1169年に、ゲルデルンハク、 ハインリヒの娘アグネスと再婚した。4年後の1173年、ハインリヒはアグネスを父親のもとに返し、別居生活が続いた。1182年、ハインリヒは病のため失明したが、その後、アグネスと復縁し、1186年に娘、エルメジンデが生まれた。ハインリヒはこの娘に相続させるため、ボードアン5世との取り決めを解消しようと、 考えるようになった。76歳となったハインリヒは、娘の婚約者として、シャンパーニュハクアンリ二世を選んだ。ボードゥアン五世はこれに納得せず、皇帝フリードリヒ一世に訴え、最終的に次のように取り決められた。シャンパーニュハクアンリ二世は、エルメジンデとの婚約を解消し、エルメジンデは、バルファクティボー一世と結婚した。ハインリヒとリンブルフコ ハインリヒ三世との間で再び争いが起こり、1194年8月1日、ノビシュルメーニュで敗北を起死した。ハインリヒは1196年をエヒタナハで死去し、ルクセンブルク白衣は、一旦、ブルゴーニュ白オトニ一世に与えられたが、翌1197年に娘、エルメジンデが、ルクセンブルク女白となった。ありがとうございます。